はい、というわけでウーバーを呼びました。ジェッタの、あのボルクスワーゲンのジェッタが、ウーバーのアプリの使い方を皆様にご紹介したいかと思います。皆さんこんにちは、ハワイのジーナです。いかがお過ごしでしょうか。ハワイもあの12月になってちょっと肌寒い季節になってきたんですが、皆様あのいかがお過ごしでしょうか。街中でもあの日本人の観光客の方をあのよく見かけるようになってきたんですが、ハワイにあの近々来る予定の方とか多いのではないでしょうか。でそこであのハワイに来た時にあの近場に行く時とか、例えばあのカカアコのファーマーズマーケットに行く時とか、あのダイヤモンドヘッドに行く時とか、あとはあのカイムキタウンとか行く時とか、皆様どうやって行っておりますでしょうか。あのバスとかだとあの片道3ドルなので、あちなみにあの今ちょっと値上がりして3ドルになったんですけど、片道3ドルなので安いけど、あのどっから乗ればいいかとか、バス停がどこにあるのかわからないし、大体あの 何番のバスに乗ったらあの行けるかとかわからないじゃないですか。それかあのタクシーを頼んでもいいけど、あの電話の書き方がわからなかったり、ちょっと英語に自信がなかったりしてタクシーを呼ぶのがちょっと難しかったりすると思うんですけど、ちなみにですね、あのハワイって手を挙げて、こういう道端でこういう手を挙げてタクシー呼ぶのが禁止されているので、タクシーに乗りたい場合はあの絶対にあの電話とかで予約しないとタクシーを呼ぶことができません。なのでそういうちょっと近場に行くときにどうすればいいのでしょうかというわけであの皆さんウーバーをあのご存知でしょうか。日本だとあのウーバーイーツがあの有名で、あのタクシーのように使うあのライドシェアの方のウーバーがあんまり普及してないっていうのを聞いたんですけど、ハワイではあのほとんどの人が、もう本当にほとんどの人がですね、あのウーバーを利用しております。でそんなウーバーなんですけど、ちょっと前まではあの若者のしかあの使ってないみたいな感じのイメージがあったんですけど、最近ではもう本当おじいちゃんもおばあちゃんも家族連れとかも皆さん使ってます。おじいちゃんおばあちゃんとかはあのお子さんとかのなんだ孫に教えてもらったのよみたいな感じで使ってる人をよく見かけるんですけども、たまーにあのウォールマートの前とかであの携帯とか持ってないようなおじいちゃんとかがタクシーに乗ったりとか、あと日本人の観光客の方かな、なんかあの家族連れとかは空港からとかタクシーを使ってるのをたまーに見ることがあるんですけども、今はもう 99.99% と言っても過言ではないくらい皆さんウーバーを使っております。知ってる方もいると思うんですけど、あのウーバーの、あウーバーじゃないや、あの YouTube の撮影とかあの編集をしてるその合間の時間にウーバーの運転手をしております。そのウーバーのお客さんとかをすごいね、あのよく話す機会があるんですけど、最近はあの日本人の観光客の方もお客さんとして乗ってくるのをよく見かけるようになったんですけど、あのそういう方とお話しすると、日本ではウーバー一回も使ったことないけど、あのハワイでは、ね、皆さんウーバー使ってるので初めて使ったけど、あの初めてなのですごいドキドキしたとか、使い方がちょっとよくわからなくて、ね、ちょっと心配だったっていう声をよく聞いたので、ウーバーすごい便利なので今日はウーバーのアプリの使い方を皆様にご紹介したいかと思います。というかあのウーバーの乗り方なのかな、ウーバーのアプリを使ってどうやってウーバーに乗るかっていうあのやつを紹介したいかと思います。ウーバーとそのタクシーの大きな違いって何なのってあの知ってる方も多いと思うんですけど、あのまず第一に一番大きな違いは現金支払いが行われないっていうのが大きな違いになります。なんだタクシーだと電話でどこどこホテルまで来てとか、そのコンシェルジュの方に頼んでそのホテルにあのタクシーを呼んでもらったりしたことがある人多いと思うんですけど、そのタクシーが来た後ってなんだ目的地に着いたら現金で支払ったりとかクレジットカードで支払ったりとか、車内でその現金のトランザクションが行われるじゃないですか。でも Uber って乗る前からもうそのアプリ決済をしているので、
車内で支払うことは一切ありません。なので、あの海外タクシー多分あるあるだと思うんですけど、なんか無駄になんだ英語が喋れないから無駄になんか遠回りされてボラれたとかいう話を聞いたりするんですけど、そういうトラブルは一切なしです。これも大きなタクシーとの違いだと思うんですけど、 Uber ってあの目的地までがいくらかかるかっていうのがその乗る前に分かります。で、 Uber ってあの一つの金額ではなくてですね、一回車を呼ぼうとするといろんな種類のカテゴリーの車が出てくるんですよ。で、一番あのお安いやつが UberX って一番値段が安いんですけど、一番すぐにあの早く来るとは限らないんですよ。で、その次のランクのものがありまして、それはあのその UberX よりもちょっと値段が高いんですけども、一番早く迎えに来てもらえるっていうカテゴリーがあったり、あとあの人数が、ね、多いからなんか大型のあのバンみたいな車が来てほしいっていう時は UberXL っていうのがありまして、それを呼ぶとあの普通の UberX よりも値段がちょっと高いんですけど、大きめの車が来て大人数で乗ることも可能です。そしてあのカテゴリーの中で一番高いやつがあの Uber プレミアっていうやつなんですけど、これあの UberX よりもかなりお値段が高いんですけど、これを呼ぶとあの BMW とかベンツとかあのフェラーリとかあの黒塗りの高級車が迎えに来てくれます。次のあの Uber とタクシーの大きな違いはですね、あのアプリを使って呼ぶので、運転手さんが自分のこの何あの乗りたい場所まで何分かけて来るかっていうのも分かるし、その車に乗ってから目的地までのどのルートを使って何分かかって目的地まで着くかっていうのも分かります。乗る前に分かります。これすごくないですか。すごい安心だと思いますなのであの車を待ってる時に、例えば大きな駐車場で待ってるとするじゃないですか。それで待ってる時もあの運転手さんがどこにいるか、 Uber がどこにいるか GPS で出てるので、そこの角っこにいるっていうのがすぐ分かって車をすぐに見つけられます。そしてあのどうしてもこれね、多分ねあんま起こんないことだと思うんですけど、どうしてもあの Uber の運転手が見つけられない時は、あのそのアプリ内であのメールを送ったりとか、そのアプリ内に電話をかけたりすることもできます。で、電話をかける方はちょっと英語が喋れないとちょっとあの伝わらないんですけど、メールの方は自動翻訳機みたいなのがついてて、あの何語で書いても英語にあの変換できるので運転手さんが読めます。なので日本語で書いて、例えばウォールグリーンの前にいますみたいなことを書いたら翻訳されて、運転手さんもあの日本語でも読めるので、あのめちゃくちゃ便利です。次、Uber を呼んだ時点で、あのどんな車で、どんな車種の、どういう色の車でっていうのと、あと運転手さんの顔写真が見れて、あと運転手さんの名前が事前に分かります。 Uber の運転手って5つ星5スター制度になってて、まあ、あれだとは思うんですけど、例えばあの運転手さんがなんかすごいなんか失礼な態度だったりとかするじゃないですか。それとかあの車がすごい汚れてて汚かったりとかして、なんかあまりなんかこれは良くなかったなと思ったら、降りた時にあのこの5つ星制なので星を2つにしたりとか星を3つにしたりとかすることもできます。で、星を1つ星とかにすると、あのその運転手さんとあの二度とあの当たらないようになります。で、ちなみにあの僕運転もしてるじゃないですか。で、運転手側もお客さんにあの5つ星をの制度でつけれて、すっごい態度が悪いお客さんで、なんかもう二度とこいつと会いたくないなと思ったら、一つ星をつけるとそのお客さんとあの一生会うことがありません。一生マッチされることがあのなくなります。なのであのめったにないと思うんですけど、なんかあまりちょっと車が、ね、嫌だったとか、なんか臭かったとか汚かったとかして、ちょっとこの車になんか今後、ね、あの今後一切関わりたくないわっていうか、もう今後一切乗りたくないわっていう時は、あの星を一つとか二つとかしてすると、あの二度と当たらなくなります。ほとんどの人があのハワイのローカルの人なので、なんかおすすめのビーチはどこですかとか、人気のハイキングはどこですかとか、あのなんかおすすめのレストランはどこですかとか、そういうローカル の, その本音の情報が聞き出せたりするので、すごい面白いと思います。なのであのちょっと雑誌とかメディアとはちょっと違った隠れ情報とかが、あのそのロコの人とかから聞けたりするのが面白いかなと思います。どうせ賞味乗ってるのって10分とか20分とかじゃないですか。なのであの無料の英会話レッスンと思って、あの英語を練習してみるのもなんか面白いかなと思います。なんかあの旅のいい思い出に
なるのではないでしょうか。はい、というわけで僕自身も飲みに出かけたりとかするときとかウーバーをお客さんとして利用するんですけど、今回どのようにウーバーを呼んでどのように乗るかっていう動画を撮ってきたので、ぜひとも、一緒に見てみましょう見てみましょう一緒に見てください。それではどうぞ。はい、というわけでウーバーを呼びました。今僕がいるのはアラモアナセンターの真横のここニジアマーケットがあるんですけど、そこの駐車場に今おります。なのでウーバーが多分ここの入り口から入ってくるはずです。ちなみにですね、これ撮影している場所がピーコイ通りにあるところのニジアマーケットっていう日系のスーパーマーケットの前で撮ったんですけど、ちょうど本当もうこの 2日後ぐらいかな2日とか3日後にこの西屋スーパーマーケットがこの場所からアラモアナセンター内に移転しました。なのでこれ本当に撮影している時にもう最後の2日とか最後の3日っていう時だったので、今行ってもここにもう西屋がありません。新しい西屋は、アラモアナセンター内のエヴァウィングのブルーミングデールとか昔の白木屋があった側に移転しました。はいはい、早速このウーバーのアプリを開いたわけなんですけど、多分日本語でこのアプリをダウンロードしたら全部日本語で表示されると思うんですけど、これちょっと今ちょっとお見せしているの僕のプライベートのやつなので、ちょっと全部が英語になってしまってるんですけど、基本このデザインというかこの場所の配置は全て同じなので、これに沿っていけば全然使えます。でこの一番上のところにどこに行きたいかっていうところをクリックすると、この今の現在地ニジアマーケットって書いてるんですけど、この僕の GPS を認知したっていうのかな、タイプしてないんですけどニジアマーケットって勝手に出てきました。で僕はちょうどニジアマーケットの目の前にいたんですけど、もしかしてちょっと場所が違ったりとかしたら、ここは普通にタイプして違う住所とか名前とか入れることができます。なんかお店の名前とかも住所とかも分かんないで、自分がどこにいるか分かんないなっていう時はこのタイプするとこをさらにもう一回クリックするんですよ。すると地図に変わります。こうやってこのブルーに表示されているのが自分の現在地です。 GPS で自分の居場所が分かります。でこの黒のところがUber に来てもらいたいところで、このカーソルを自分で動かすことも可能です。なのでニジアはニジアでもこの道の反対側にいたらこっち側の道の反対側にこのピンを動かしたりとか、こっち側のなんていうのこっち側の反対側の方にこの黒のピンを手で動かすことも可能です。でその次が目的地で、僕はこの日ロイヤルハワイアンセンターに行きたかったので、ここにロイヤルハワイアンセンターってタイプしました。そしたら下にロイヤルハワイアンセンターっていう名前とか、そこのロイヤルハワイアンセンターの中にレストランの名前とかが同じ住所の名前とかが出てくるので、僕は普通にロイヤルハワイアンセンターに行きたいので、この一番上のロイヤルハワイアンセンターをクリックしました。でそうすると出てきました地図が出てきました。この黒の線がルートです。こういうルートを使って行きますっていうのが書いてて、で一番この下に行くと、さっきも言ったんですけど Uber って一つの値段じゃなくてカテゴリーがいくつかあるんですよ。なんか飛行機みたいに、なんかエコノミークラスとかビジネスクラスみたいな感じで分かれてて、この一番まず一番上の UberX っていうのが一番スタンダードなカテゴリーです。でこの一番上の UberX は11ドル97セントかかりますっていう意味で、でこの左のとこに小さく4って書いてるじゃないですか。でこれは4人まで乗ることができますよっていう意味です。で次のやつがこの8分って書いてるじゃないですか。でこれはウーバーが迎えに来るまで8分かかって、8分後の3時43分に迎えに来るよっていう意味です。でこの上にも8分かかるよっていう表示されてます。でこの下に行くと、この UberXL っていうやつはちょっと値段が高いじゃないですか。16ドル7セント
で高いんですけど人数が6人まで乗れて、でプラス5分後の3時40分までに迎えに来てくれて、さらにこの青のファスターって書いてるんですけど、日本語だと多分、ね、違う風に表示されてると思うんですけど、この青 の, あのサインで今あるウーバーの中で一番最短で早く来てくれますよっていうのがこのブルーで表示されてます。でこの一番下のこのちょっとお高いやつ25ドル4セントっていうやつのプレミアってやつですね、これは4人までしか乗れないっていうのはウーバー X と一緒で一緒なんですけど、来るのが5分で来れます。5分で来れて3時40分までに到着して、でこれさっきも言ったようにこのなんか黒塗りのなんか BMW とかテスラとかベンツとかが来ます。なのでちょっと豪華なゴージャスな気分で、ね、なんか出かけたいっていう人はプレミアを使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。でこの下のここがウーバーのアプリを入れる時点で自分のクレジットカードのインフォメーションをここに入れるんですけど、僕が使いたくないクレジットカードのインフォが入ってたのでクレジットカードをちょっと変えました。でここをクリックすると他の何枚でもクレジットカードの情報を入れることができます。入れるとこのビザからマスターカードに変わったの気づいたでしょうか。で他にも変わったことがあるんですけど気づいたでしょうか。お値段が微妙にちょっと変わりました。でウーバーの値段っていうのはそのウーバーを呼んだ時にその自分の半径1マイルに何台車があって何台車が来れるかみたいな感じで車があればあるほど値段が安くなります。でその自分の半径1マイル以内に車が少ないければ少ないほど値段が高くなるので、本当に30秒1分おきに値段が常に変わります。なので1分おきに見たら値段がすんごい安くなってたり逆にすんごい高くなってたりとかするので、これは運というかその周りにどれだけ車がいるかいないかですごい値段が変わります。でちなみに雨の日とかって雨が降った途端いきなりうわーってみんなウーバー呼ぶのでいきなり値段が上がるので、ウーバー乗ろうと思ってていきなり雨が降りそうだったらもう速攻で呼んだ方がいいです。重要ですここ僕はウーバー X を頼ん一番安いウーバー X を頼んで、この一番最後の下のコンファームピックアップで日本語で多分違う風に出ると思うんですけど、確認っていうかなんだ最終でも呼びますよっていうボタンです。で呼ぶと出ました、運転手さんの情報が出てきました。でここの黒い点が僕がいるとこ、この車が僕が乗る予定のウーバーが表示されてます。 0.6 マイルって書いてて 0.6 マイル先にいますよっていうことが分かります。で6分かかるそうです。でこの下がウーバーの運転手さんの情報が載ってて、でこのなんか暗号みたいなやつあるじゃないですか、 TBW711 って書いてるんですけど、これはあれです。なんだ、ライセンスナンバーじゃなくて、ライセンスプレート、なんだっけ、ナンバープレートか。ごめん、ナンバープレートだっていいかな。車の前についてる番号です。ナンバープレートだ。ナンバープレートのがここに表示されてて、で、その下に何色でどんな車種の車かが書いてます。で、これの場合は、グレーの、ボークスワーゲンのジェッタが来るっていうことが分かります。で運転手さんの名前が、クリストファーっていう人で、でこの人が何回ウーバーを運転したかっていう履歴も出てます。なんでこの人1万回以上ウーバーでお客さんを乗せているのでかなりのベテランっていうことが分かります。でここにこのクリストファーっていう人の顔写真とあと車の写真が載ってます。でこの下のとこのメッセージクリストファーっていうとこはさっき言ってたメールを送りたいときはここにメッセージを直接かけます。で電話をかけたいときはこのボタンを押すと速攻電話がかけれます。でこのクリストファーっていうところをクリックするとこの運転手さんについてもうちょっと詳細が出てきて、クリックするとこうやってページが出ました。で上にこのクリストファーっていう人の顔写真とで名前が書いてて、その下にこの人が何年ウーバーをやってきたかっていうのが書いてます。この人は 4年半ウーバーの運転手をしてて、で星5スターの平均が 4.98 スターで1万217回
運転してきたっていう経歴がわかります。でこの Uber を待ってる間こうやってあの GPS がつながってるので運転手さんがどこにいるかあのリアルタイムで分かることができます。ジェッタのあのボクスワーゲンのジェッタが来るはずです。というわけでこの運転手さんあのこの駐車場に入ってこれずに通り越しちゃってあの道を通り越してしまったのでそういうのもこの GPS がついているのでどこに車がいるのか分かってあの安心ですで結局このクリストファーって人はあの U ターンして戻ってきました。なんかこの Uber の運転手さん通り越して行っちゃったのでたあの今 U ターンして多分こっちの入り口から戻ってくるはずです。でここ重要なんですけどこのアイコンあるじゃないですか。でこのアイコンをオンにしておくとあの自分の GPS がオンにされて運転手さん側からあの自分の居場所があの GPS であの表示されるようになるので運転手さんもあの自分のことを見つけやすくなるのでここは絶対にオンにしておいた方がいいです。で僕もウーバーの運転手してるじゃないですか。でこれはもうほぼ 97% ぐらいの人がもうオンにしてるんですけどたまにあのなんだろうあの海外 あの観光客の人があの例えば日本人の方もそうなんですけど日本人の方とかあの韓国人の人とかがここをオンにしてないんですよ。でしてないとあの本当見つけられないっていうかなんかあの見つけづらいです。なんか人があのその例えばなんかその道端でなんかウーバーを待ってる人とかがなんか 4,5 人とかいたらどれがどの人か分かんないのであのこれをオンにしておくとあの運転手側からすごいすぐ分かるのでウーバーのアプリをダウンロードしたらぜひともここはオンにしておいてください。あ、来ました。多分これです。これだ、僕のウーバーが来ました。Hey, how you doing? Good, good. How are you? It's a good day today. Thanks. We go to Hawaii. Yep. This is just for the recording for YouTube. Yeah. Like, I'm just showing how to use Uber for Japanese. Cool. Okay. Cool. Yeah. That's good. Good thing to know. Right? How long have you been doing Uber? 5 years. 5 years. Oh, wow. Long time. はい、というわけでこんな感じであの。Uber にお客さんとして乗ってるわけなんですけどなんかさっきも言ったんですけど例えばなんか英語のなんか練習がしたいとかいう人でもこの英会話の練習として英語で会話をしてみたりとかあとローカル情報とかあのおすすめのレストランとかビーチとかなんかそういうなんだろうなんかロコ情報を聞き出したりとかするのもすごい面白いかなと思うのでぜひともあの運転手さんに話しかけてみてください。で運転手さんも多分あの5つ星が欲しいので普通にあの優しく答えてくれるはずです。車内が寒すぎたりとかしたらあのエアコン切っていいですかとかあの窓を開けてもいいですかとかいろいろと融通が効くと思うのでぜひともあのおねだりしちゃってください。あちなみにねここねあの前までクイックシルバーがあってで隣にファーストハワイアンバンクがあったこの角っこここルアーズ通りとカラカワ通りの角っこで今工事中ですごいです。もうなんか大規模な工事しております。はい、というわけでロイヤルハワイアンに到着しました。皆様どうでしたか。あの自分でもウーバー呼んで乗れそうな感じでしょうか。 You have a lovely lovely day. All right, thank you so much. Appreciate itGood luck on the video. Hey, thank you. Yeah. 降りてきました。ここにUberがいるんですが、というわけで今、ロイヤルハワイアンセンターに到着しました。はい。そしてUberを、利用し終わって降りたら、あの最後にチップをあの渡す画面が出てきます。でこの上が、1ドル3ドル5ドルってあってこのどれか1ドルを上げるか3ドルを上げるか5ドルを上げるかっていうあのこの簡単な風に選ぶかその下が
自分で値段を決めて、払うこともできます。ここはご自分の気分次第でお値段を決めて払ってください。でその後に5つ星制度って言ったじゃないですか。ですごいいい感じだったらここの下で5個星をつけてあげてください。今回僕は11ドル97ドルだったんですがチップを3ドル、渡しました。でサービスもすごい良かったのですごい気さくなおじさまだったので、5つ星をつけましたっていう感じで、このようにやればハワイで簡単にウーバーを利用することができると思うので次回のハワイ旅行に役立ててみてください。はい、というわけで、今回の動画が良かった、またはすごい役に立ったと思った方はいいねボタンとチャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、本日も、良い一日をお過ごしください。 Have a nice day and aloha。